マッキントッシュパワーブック170は1991年アップルによりパワーブック100とパワーブック140と同時にリリースされた。フォームファクターはパワーブック140と同じでより高速な2 5ヘルツの CPU を搭載したパワーブックラインの初代ハイエンド機である。フップトイより高価で大幅に優れた品質を備えた。 モトローラ68,030プロセッサとモノクロの10インチ TFT 液晶ディスプレイを搭載している。1992年に後継機のパワーブック180に置き換えられた。パワーブック100は内部アーキテクチャはマッキントッシュポータブルの直径の子孫だが、パワーブック170はポータブルの後継機と言える。デスクトップマッキントッシュの妥協のない携帯型バージョン。 パワーブック170は、当時の同等のデスクトップと同様に、マッキントッシュポータブルに組み込まれた機能の事実上全てが含まれているが、より小さくて洗練されたケースデザインである。ポータブルのより適切な代替品として開始された第1世代であるパワーブック170は、小型化された筐体に搭載されていない機能は、外部ビデオポートと内部ロムと BDS の拡張スロットだった。 実際、アップルは発表された直後に、ポータブル用の独自の外部モニターアダプターをキャンセルし、代わりのソリューションは、多数のサードパーティーのプロバイダーに頼っており、当時の FCC 規制は、PDS 拡張スロットに関して、外部接続を制限しており、利用を妨げた。一年も経たないうちに出た、後継機パワーブック180は、外部ビデオに対応したが、 拡張スロットは3年後のパワーブック500シリーズで PCMCIA カードの形で登場するまで、マッキントッシュの携帯型機には搭載されなかった。170は、また、外付けフロッピーディスクポートを削除し、2番目の内部、フロッピーディスクポートは想定されなかった。全体的には、パワフルなマッキントッシュアッサイデスクトップに近い機能と、性能を持っていたラップトップである。 パワーブック170は新しい電源管理やその他のユニークなハードウェア機能をサポートするためにシステム7.01で投入された。しかし1991年のラムの価格が高かったため172は100や140と同様にロジックボードに直接ハンダ付けされた 2MB のラムしか搭載されておらずシステム7での使用には 政権があると批評家は論じていた。さらに、システム7の各国向けローカライズ版がまだ利用できなかったため、Apple のシステムソフトウェアの日本語版6.0、7バージョンは3つの新しいパワーブックすべてをサポートするように修正され、漢字トークバージョン J-6.0、7.1としてリリースされた。その結果、後に6.0、8で使用するために適用され、 多くのユーザーが高価な独自のラムカードでオンボードラムをアップグレードするのではなく彼らのパワーブック上でシステム6.08を実行できるようになった170は2メガバイトの追加ラムカードが搭載された状態で出荷されたのでメモリ不足問題は少なかったが4メガバイトはシステム7で使用するための最小推奨ラムサイズでありラムディスク バッテリーの省電力機能を使用するための実用的ではなかった。パワーブック140とパワーブック100と同時にリリースされたが140と170は両方とも Apple がデザインし100はフルサイズのマッキントッシュポータブルアーキテクチャからソニーによる実装で小型化された。170は Apple によって作成された最初のパワーブックであり100は 実際には最初の設計改善であり、内部アーキテクチャはシリーズの中で最も古い。1992年にカラフルな筐体のジェルピーガースペシャルエディションが500台限定生産された。ありがとうございます。